おはようございます。ティネット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。というわけでね、まあ100回を超えてもまあまだ突っ走りますよ。モンマス終わってねえわモンマスやめらんねというわけで今回ね、とんでもないパーティーを作ってみましたよ。ご紹介します。行ってみよう。はい、というわけでご紹介します。メタルハンタードラゴンキッズ爆弾はね、HP が低いんですけど、まあここはモーベに見てください彼らでは HP が低すぎますね。まあ森荒野のね、相性があるんで HP がね一応上がるんですけど、それでも1709はい、というわけでね、この3体森荒野でつながる3体でね、作ってみましたよ。とんでもないチームをいや本当にとんでもないと思うよ。これはもうね、びっくりすると思いますよ。僕、皆さんびっくりしますよ。僕びっくりして、もう僕びっくりはしとんないけどさ、まあ作った時にもう僕びっくりしてもってるけど、元からな。じゃあまずは行きましょう。コードランがね、行くぞ全員。狙うはソルジャブル、雷の呪文が降り注ぐ。はい、ソルジャブル、オッケー完璧オッケー完璧、いいよいいよ。さあ、老人形、お前どんぐらい出んだ。お前の老人形見せてみろ、どんぐらい出んの。はいはい、60 60。いくぜこのドルーチ。はい、狙うお化け君、せーの、はい、ドン。いいよ、280。これがダメ、大体平均250ですからね。なんだ爆裂だ、どんぐらい見たいの、見せてくれよ。うん、なんだこれちょっと待てちょっと待てと、なんすかねこれ、これすごくない。内ダウン、ドン。いいよ、まあ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 、向こうの20とかクソくだらないダメージ出てるから大丈夫。あ、やべえ、烈風山やばくない？バクナインは活躍点だね。大丈夫かな ?50。50? 50? あ、活躍点なのに50ですね。あ、お前、続かないですね。なんすかね、これ。勝負になってないな。お前と俺では。ちょ、待って、本当にやばい。本当にやばい、これ。まあ、大丈夫だ。180、まあ、大丈夫。向こう3桁与えてないから。向こう3桁すら与えてないから大丈夫だ向こうはね、俺たちに3桁すら与えられねえんだよ。完璧やばくね。ちょっと待てメラメラさんやばい。これ痛恨が怖いんだよな。痛恨怖いよ。はい、残念でした残念でしたね、残念だねいや、頭おかしいでしょこれ。77 77しか食らってねえ。お、爆裂ゾーンどうだ、無駄だコドランだけがちょっと脆いな、どうしてもな。コドランは脆いな、しゃあないな、それは。はい、せーの、オッケー、もうギガデニで詰めれますよ。順調だもう詰めですよ、ギガデニで詰んで終わりです。まあワンチャン死に当たってガードするかな、向こうの。はい、勝ちちょっと待て いや、まあですね、なんでこんなわけのわからない耐久力してんのかっていう話ですよ。まあ普通今のさっきの見た方にはもう 何が何だかわかんないと思います、正直。これがマスターダブスキャンっていう感じですよね。まあまあカラクリを説明しますと、以前鉄壁パーティーっていうのを作ったじゃないですか。まああれと同じ原理ですよ。はい、基本的に属性耐性が多い連中に打撃耐性とかを追加した感じですね、今回は。その結果こんなわけのわからない方々になっちゃったわけですけど旅見切り通行出やすいんだよね。にゃんお前やってんな、あ、やってんだ、お前やってんだろ、お前マジでやってる、お前はマジでやってる、お前は間違ってる、お前は今のは間違ってる。うん、突撃、あ、見せてみろよ。はい、弱っ、あ、まあ、メタルハンターにはドラゴンオーブです。はい、全ての属性強くなったり魔法にも強くなったり、もう万能のマスターダブスキャンですね。で、コドラン、打撃耐性を強化しております。はい、で、回避率がね 37% です、ちなみにこいつの誰が攻撃するんだ。で、爆弾はね、これカンダタですね、合体モンスターのカンダタをねマスターダブスキャンしてます。はい、属性と打撃に強くなります、そうすると。はい、なので基本的に呪文以外の攻撃を受け付けません。呪文以外の攻撃を受け付けないっていうパーティーですね。まあ、呪文使う相手、単体呪文を持ってる相手にはかなり厳しい戦いを強いられるんだけど。なんだなんだ、あ、これ爆弾は行った。爆弾はダメだ、こいつ。食らう。なんで？いや、絶対お前かかるだろ？お前はかかるはずなんだけどな。72。痛恨食らわんだら大丈夫だ。
痛恨食らわないのは大丈夫。わざわざね、コンピューはともかくとして、普通に実戦で狙って回心出すのって難しすぎるからな。外れる。まあまあまあ、いいでしょう、いいでしょう、いいでしょう。まあ、多めに見よう、多めに見よう。オッケー。いいよ、いいよ。大丈夫だ、大丈夫だ。しっかり当ててこ。ビビリギリ。もう、お前は本当にやってんなって何回もしてくれる、俺に。64。ははははは。やってないね。全然やってないな。いや、このダメージ軽減剤やばいですね。50、じゃあ、ははははは。いやー、すごいっすね。いや、すごいですね。本当ににやけが止まんねえもん。今、にやけ止まんねえわ。そう、まあ、本当にマスターダーバースキャンで、やっぱ万能、基本的に一つの属性を重点強化っていうのもできるんですけど、なんで爆弾を受けた？やっぱり万能的なね、耐久を上げるのが一番使いやすいよね。でも、相手を選ばないマスターダーバースキャンが一番だと思う。今のところはね。もしかしたら、ピンポイントで強化する方が汎用性がある可能性もなきにしもあらずだけど、どうなんだろう。いやでも本当このパーティー止まんねえぞ、ニヤキが。まあただこっちが当たるためにも若干少なめではあるんだけど、まあメタルハンターコドラン爆弾はとも火力はそこそこあるんですよね。なんということでしょうか。はい、まあ、こうやって外れることがあるとね、もう色々と変わってくるんですけど、火力はそこそこあるんだよな、こいつら。そもそもが火力はなんだかんだにあるタイプなんで、まあ耐久だけ上げると意外と気にならないっていう感じありますね、こうしてみるとね。まあ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 、この谷向こうの雪溜まっちゃうね、多分。にゃあ。お前やってんなー。やっぱりやってんな。ねえ、やってんだろ、お前。お前、ほんとやってんな。そんなに痛恨ポコスが出しやがって、お前やってんだろ。こっちのメタルハンターちゃん、会心出さないのにさ。お前はどないやってんねや、お前の会心率は。やってんな。避けるわ、回避するわ。お前どうなってんねん。まあ、このタイムで決着でしょう。あ、若干ね、これ不穏だわ。また痛恨でやってんなーって俺突っ込むぞ。あ、お前痛恨出して、やってんなーって言わせるんだよ。お前みんな、んかそんな気がしてきたもん。おー。いや、CPU のやってんなー補正あるからな。盾武装か。じゃあ大丈夫だわ。余裕だわ。普通に260って HP 上、普通、もうピンチ中のピンチですよ。ゲーム的に見りゃ。このパーティーは240でも耐えれるんですよ。なんで、どういうのだ、モンバトの常識を覆すのやめろや。はいー、モンバトの常識覆してるわ。まあ、弱いパーティーっていうことで、まあ、もうこれ極端なんですよ。まあ、こういうパーティーです。はい。普通に大会とかのパーティーで、こんなパーティーめったに出てこないですけど、まあ、出るはずないんですよ。でも、こんなパーティーでも見せてもきます。こういうパーティーが弱いです。はい。弱い低運だけを今食い詰めましたから。いや、こんなパーティー大会で見たことないでしょ、そもそも。普通にこれはもうメタ中のメタだからね。皆さん勘違いしないでくださいよ。こんな簡単に負けるんだっていうのもあるけど、こんなパーティーそもそも出ないからね。アームライオン、キトホシ、魔導士なんで。そんなんないからね。それを差し引いてこのチームは強いんだってことですよ。まあ生半可な打撃じゃダメージ与えられません。ブレスもダメです、その結果。なのでさっき僕が言ったバックダイワっていうのはマスターダブルスキャンは呪文強化はしてないってことで、つまり寿命にすごい弱いんですよ、バックダイワ。なのでどうなるかっていうと、おっと締め付けていく、なんと締め付ける。これダメージ全然与えれんねん。全然ダメージねえぞ、多分。お前。はい。雑魚！これですよね。ロトの紋章。ロトの紋章の追加攻撃がめちゃくちゃ入るんですよ。ロトの紋章の追加攻撃 120?
そう、固定ダメージ系ですよね。要は HP が1700しかないっていう関係上、この固定ダメージ120とか、お、避けるね。それが入ると痛い。っていうか、あ、思った以上でも今回通ってないですね。さあ、これが問題ですよ。あと、爆弾今のみかなり食らえます。イオラ爆弾今ダメージ食らうぞ、ね、だいぶ。119食らっていくか。でもロトの紋章全然発揮してないんだけど。ねえねえ、ロトの紋章全然発揮してないんだけど。いや、出会い、ちょっと待て。お前ら運良すぎんか、ちょっと待て。お前ら運良すぎんか。え、お前らなんでそんな運がいいんだ。ロトモーション弱いんすよね。で、全然食らってなかったぞ、お前。ロトモーション。2回だぞ、食らってたろ。なんちゅうことだ。ただこれやばいよ。呪文とクリオシで負けるぞ、お前ら。呪文ほら、こんだけ食らってんだもん。そう。打撃方面に固くはしてるんですけど、ブレスとか。そういうのはいいんですけど、そう、打撃はこんな感じなんですよ。ただ、呪文のみ、本当に1点でダメ。呪文は1点でダメです、もう本当に。だからね、正直、大会の最終期とかには、呪文使うの、呪文こんなゴリゴリの呪文パーティーなんていなかったからね。だから、そういう、もうめちゃくちゃ食らってんじゃねえか、お前ら。おいおいおい、爆弾魔が130、ああ、ああ、ああ、もうなんだこれ。なんだこれ、もう。やばいやばい、もうダメだ。もうまずい。仮にここでドン、これやっても無理じゃない？これはやばいな。え、ルトの紋章なんてほとんど使われてないようなもんだぞ、正直。そん中でこれ、勝てんのか、これ。これいけんのか、お前ら。正直もしかしたらこのパーティー勝てるかもしれん。ルトの紋章も危機が悪すぎるし、今回。あ、でも HP が返した。どうだろう、イオラ。でもこれ、呪文二人が厄介すぎでしょ。あー、もうやばい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 。もうすごい、すごい勢いで追い詰められてる。やばい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 。あー、あー、もう、おー、でも耐えるかも。112で耐えてるんです。必死に耐えてる。すげえ必死に耐えてるように見えるじゃん。え、嘘。え、ジャンキュー効果勝負あり、勝ったよ。はい、というわけで今回はね、物理、まあ要は打撃攻撃方面でね、めちゃくちゃ硬いパーティー作ってみました。はい、呪文はもう捨て置きです。はい、なので一体呪文、今回使わなかったですけど、一体呪文、メラミとかドルマとか持ってたらもうダメかもしれないですね。爆弾魔に行った瞬間にもうえらいダメージ食らいますよ、これ。それが唯一の欠点ですかね。はい、というわけで今回これぐらい終わりたいと思います。お疲れ様でした。